してください。山本太郎の登場です。大きな音で失礼をいたします。マイクを握っています。私は参議院議員をやっておりました山本太郎と申します。よろしくお願いします。今から6年前、2013年東京選挙区から立候補した山本太郎、東京都民の皆さんから66万を超える票を頂戴し国会に送っていただきました。今回山本太郎は東京選挙区からではなく比例代表2枚目の投票用紙、そこに山本太郎と全国どこにお住まいの皆さんでも書いていただけるように立候補をしました。どうかお力を貸してください。これまで山本太郎、小沢一郎さんと共にやってまいりましたけれども、この春一人で旗揚げをしたんですね。令和新選組という団体を国会議員山本太郎一人で立ち上げた。どうして旗揚げが必要だったか皆さんにお聞きしたいんですけど、今政治の場において緊張感を感じますか？いかがでしょう？ありがとうございます。大きな声出したい。僕も選挙戦後半になってきたら喉の調子が羨ましい。その大きな声、全くねえよという言葉がありました。国会の中緊張感がない。与党側がやりたいことを全部やる、次々に、これの繰り返しがこの6年間、あまりにもひどい6年でしたよ。私が参議院の最前列で見てきたものは、残念ながらここに足を止めて聞いてくださる皆さん、時間や用事の関係でこれを聞くこともなく歩かれる皆さん、今の政治の中からは皆さんのことは目に入っていません。残念ながらコストとして捉えられてる。国会の中でじゃあ一体何を話し合ってんだってことなんですけれども、その多くが金につながる話、金儲けにつながる話はどんどん前に進む。その一方で皆さんの生活や命や権利に関わる問題はなかなか前に進まないという6年間でした。でもこれ、総理大臣が2012年第2次安倍政権始まって変わりましたよね。その最初2013年の施政方針演説、私たちこういうことやっていきます、そういうことを発表する場において安倍総理が言った言葉、これに合致するんです。何と言ったか、世界で一番企業が活躍できる国を目指す。世界で一番企業が活躍できる国を目指す。おかげでどうなったか、大企業今や過去最高益、あのバブル超えてる。その一方でこの国に暮らす人々どのような状況になったか、厚生労働省調べ、国民生活基礎調査最新版、全世帯のうち生活が苦しいという人々 57.7%、 シングルマザー生活が苦しいと答えた方8割を超える。どこに好景気来てるんですか？企業のみ、大企業のみ過去最高益、あのバブルを超えてて、一方でこの国に生きる多くの方々がもう生活地盤沈下完全にしちゃってんですよ。20年以上続くデフレ、これによって一人一人の生活が削られ、一人一人の人生が削られ続けた20年以上、そこに加えてこの6年間はさらにこの国を切り売りし、あなたから絞り取るという政治しか行われていないじゃないか。こういう局面を迎えたとしても政治に緊張感が生まれないっておかしくないですか？圧倒的多数派です。現在の政権、野党は少数、いくらあがいたとしても
国会内のルール上、野党がいなくても話は進められるんです。審議を始めて採決までいける。強行すればそのようなことは可能。私は議論することは、議論を始める、議論の入り口に立つことは決して悪いことではない。逆にそれはやらなければいけないと考えている。けれども、その議論の中で、例えばいろんなとんでもない法案の中身があぶり出されたならば、その先は残された採決、その手前で、実際に国会議員が、少数派の野党が、体を張ってでも止めるというような動きを見せることが、一番の緊張感を生む方法ではないかと思ってます。皆さんいかがお考えですか？例えばです。昨年、最後の国会、そこで通された法案、入管法の改正。入管法の改正って何だっつったら、ものすごくシンプルに言うと、今よりも安い労働者、大量に生み出せっていうような法律。その大量の安い労働者はどこから持ってくるか。海外です。海外からこの国に生きる人々よりもより安い賃金で働けるような者たちを大量にこの国で長期間働けるようにする。これによってどんな悲劇が生まれますか？例えば技能実習生。技術を移転する。そんな建前だった。東南アジアの皆さん、日本の進んだ技術をどうか学んで祖国にそれを持ち帰ってください。あなたたちの国の発展に役立てていただきたいからという建前だったけど、結局は安い労働力を求める労働の調整弁でしかない。あまりにもひどい、その労働環境の報告いくつもされてますよね。例えば、早朝から深夜まで働かされる。残業代70円程度。パスポートも携帯電話も取り上げられたりとか、数々の法令違反、該当するものあるけれども、取り締まりきれない。アメリカの国務省からも、国連からも、この奴隷労働的な扱いをやめろという趣旨の警告を何度もされている。でもそれやめようとしない。どうして？安い労働者いた方が企業助かるやんって話ですよ。外国から来た労働者も踏みつけて、その上にそれを大々的に長期的により大量にこの国に安い労働力を流し込むような法律が通ってしまえば、次に破壊されるのは何か。もともとこの国に生きてきた人たちの労働環境も壊されるのは当たり前ですよね。労働環境は悪い方に合わされて、賃金は低い方に合わされる。そんなことになったらこの国どうなるんですか？外国から来た労働者と、もともとこの国に生きる人々の間で衝突起きないですか？分断起きないですか？外国の方々とこの国に生きる人々の衝突があったとしても、それは解決する問題にならない。なぜならば、諸悪の根源は、そのようなことを決めた、そのような法律を通した者たちにあるからですよね。けれども当事者たちはそこに関して意識はいかない。俺たちの仕事を奪う、あの外国人が悪いとかっていうような空気になってったとしたら、足の引っ張り合いが今よりも加速していったら、今よりもこの世が地獄っていう状況に陥りますよ。今でさえ苦しい、今でさえこの国に生きている人たちの労働環境しっかり守れてますか？いかに長時間働かせるか、安く働かせるか、残業だとしても、そこに対する、労働の対価支払われない、サービス残業。こんなこと当たり前のようにやってる。会社が潰れないように、自分が職を失わないように、そこは仕方ないかと、我慢をして働かれてる方々もたくさんいらっしゃる。でもこれどんどん壊されていきますよ。今でさえ人間を踏みつけるような働き方させてるじゃないですか。これ一体誰のためですか？それを求めてんの誰？一番の諸悪の根源は私、経団連、日本経済団体連合会だと思いますよ。
先ほど話をした入管法、これを一番求めていたのも経団連、そして派遣法、これをどんどん改悪することを求めていたのも経団連。最初に小さな穴を開けて、特別な仕事だけですよ、特殊な仕事だけですよと言いながら、小泉竹中の時代に製造業まで開いた。その後も派遣労働者がどんどん首が締まるような働き方で改悪をされていく。誰が得すんの？非正規労働者、この国の働く人々の4割、半年後に首にされても文句言えない。いつまで続けられるかわからない。そんな働き方4割ですか？それで得すんの誰？それで首締まんの誰？それ決めたの誰？政治ですよ。この国に生きる人々たちの首が締まる。なんで首締めんの？企業側に利益を横流ししなきゃいけないからでしょ。一体どうしてそんな政治を行う？現在の政治権力握っているのは自民党。その自民党に対して組織票、企業献金、そういったもので後押しし続けているのが経団連もそのうちの一人ですよ。彼らは賢い。政治をコントロールすればより自分たちが儲けられるってことを知っている。だから選挙に一生懸命、自分たちの代表者が国会の中に多数入る。組織票や企業献金で自分たちの代弁者を国会に送る。それによって何ができる？法律を変えられる。法律を作れる。それによってみんなの首を絞めてきたんですよ。じゃあ全有権者のうちの何割の票を持ってんだって話ですよ。自民党に集まってる票どれぐらいなのって。全有権者の数で見たら3割程度ですよ。3割の有権者の支持を集めれば何だってできんですよ。例えば大企業に対して儲けさせるために働く人々というコストをカットさせるようなこと、先ほど私が話してきたことです。他にも大企業にとってコストとしてもう一つあるのが税金ですよね。1990年には法人税 50% 近かったものが今やもう 20% に突入してる。自分たちにより儲かるように、自分たちが利益をもっと増やすためには何をしたらいいか、政治をコントロールすればいいという基本中の基本を彼らは愚直にやり続け、この国をコントロールし続け、一人一人の首が締まっても致し方ないという考え方、これでこの国持ちますか？力貸してほしいんですよ。このコントロール権を大企業側から取り戻しましょうよ。そんなことできないと思う？自分が一票投じたところでそんなこと無理だと思う？あなたには力があるのに、それをもう忘れてしまってる。これまで生きてきた人生の中で自分は力がある、力を合わせればみんなでやれるんだってことさえももう頭の中からは消えてしまってる。当たり前です。あなたには価値があるのかないのかっていうことを常にマウンティングされるような社会の中で、自分自身が自信を持って生きるなんて難しいことですよね。あなたには力がある。あなたがいなきゃ始まんない。みんなで力合わせてコントロール権取り戻したいんですよ。力貸してくれませんか？山本太郎、旗揚げした理由は何か。小沢一郎さんとずっとやってきた。自分が一議席、
自分が議員であり続けるための一議席を守るんだったら、私小沢さんとは離れません。そしてこの先20年30年ちゃんとした政治家になるために、永田町でのルール、その他必要なこと、小沢さんの近くにいて吸収できるだけ吸収したい。ステップバイステップで政治家というキャリアを積み上げていくっていうことを考えれば、小沢さんのそばで東京選挙区から出るのが普通。でもそれは選ばなかった。どうしてか。私が一人前の政治家になる20年30年の時間を、この国が壊れていくスピードは待ってはくれないんですよ。私一人がそんな自分のキャリアを考えてステップバイステップで進んでいったとしても、この国が壊れていくスピードは止まらないんですよ。だったら私の一議席を守る選挙じゃなくて、このややこしい一議席をもっとややこしい議席、勢力に変えていくってことを皆さんと一緒にこの選挙でやらせていただきたい。そのために旗揚げしたんですよ。旗揚げした理由、今言えばファンタジーのように聞こえるかもしれない。でも私はファンタジーを語るつもりはない。一人一人が本当に力を合わせて横に広がっていく、そういうことが実現したときには将来的に可能なことだと思って旗揚げをしました。何か政権取りたいんですよ。私以外に私が思うようなことを実現してくれるようなリーダーがいるんだったら、私は必死でお支えします。でもどうやらそうではないようなので、自分で旗を上げるしかなかった。政権取りに行きたいんですよ。力貸してくれませんか。政権取りたいって山本君、今回の参議院選挙で君のグループ10人しか人出してないよね。そうなんですよ、10人しか出せてないんです。その10人が全員受かったとしても政権を取るっていうところまではいきません。1回の選挙でそんなことはできませんけれども、1年以内には衆議院選挙があると言われてる。そして今から3年後には参議院選挙があると言われてる。今回の選挙で私たちのグループから数多く当選させていただき、その中で徹底的に抗う、空気読まない、永田町の論理は無視、全ての判断基準はこの国に生きる人々のプラスになるかどうか、それで私は1年間一生懸命仕事をしていけば次の衆議院選挙では人数増やせると思ってんです。1年以内に衆議院選挙、3年以内に参議院選挙、ステップ踏んでいけるじゃないですか。その間にしっかりと仕事をしていく、そうすることによって数は増やせると思ってます。それだけじゃない、自民党の議員の中にも本当は今トップが考えていることは自分には受け入れられない部分があるって人たちもいるんですよ。例えば TPP、 2012年の冬の選挙の時には TPP 絶対反対という立場で選挙に挑んだ自民党、政権取ったら何しました。大推進ですよ。アメリカがいなきゃならないっていうことを散々言っておきながら、アメリカが離れてもまだ TPP、 その後にアメリカとの二国間協議 TPP、 そしてそれプラスアメリカからも直接食われるようなことを許し続けてるんですよ。このことに関しても本当は心の中では間違ってるって思ってる自民党議員もいますけれども、それに間違ってるとは言えない。なぜか、選挙です。選挙の時に自分の党から公認をもらえなければ自分のキャリア終わっちゃうんですよ。組織票がなければ、グループからの応援がなければ自分のキャリア途絶えちゃうんですよ。
気持ちはわかる、気持ちはわかるけど、それないんじゃないかって話なんですよ。ならぬものはならぬと言ってくれなきゃ困るじゃないかってことですよ。行動を起こしてくれなきゃ困るってことじゃないですか。今あなたの置かれた立場は、次の自分の仕事をどうするかっていう就活の問題じゃないんですよ。今あなたが異を唱えないことによって、この先その協定や法律成立しまった後に、この国に生きる人々が運用の部分で首が絞められる可能性があるものに対して、次の自分の後任がもらえないからってことで押し黙ってもらっちゃ困るんですよ。私はここに対しても可能性があると考えてます。つまり何なのか、今回の選挙で私たちのグループが皆さんのお力を借りて議席数が増える、それは大きなメッセージを永田町に伝えることになります。何か組織票などに頼らなくても、団体からの票に頼らなくても、一人一人の市民が力を合わせて横につながり、議員を通そうとするプラットフォーム、それができたんだっていう話になるんですよ。そういうものができたとしたらどうなるか。自分の気持ちを殺し、間違っていることにも賛成したりしなきゃならない。一番自分が最初に政治家を志した時の気持ちを裏切りながらも毎日を生きなきゃならない。だってそうしなきゃ勝てないんだからってことですね。でもそういうところと決別したとしても、この国に生きる人々が力を合わせて受からしてくれるようなプラットフォームがあるということになれば、じゃあこっちでやってみようかな。自分の心に正直に一生懸命皆さんのために汗かいてみたいなって思う人も私は流れてくると思ってます。ものすごく重要な話です。これはこのプラットフォーム、山本太郎を率いる令和新選組、最初のこの結果がその後どうなるかを占う、そのような話になってます。ぜひ力を貸していただきたい。国会を面白くしましょう。みんなの注目を集めるような場所にしましょう。じゃなきゃ世の中なんて変えられないんだから。緊張感がなさすぎる国会、それをわざわざ付き合う人いませんよ。ただでさえ忙しい、今月乗り切ったっていうギリギリのところで生きている中で政治にまで目を配れなんて、はっきり言って無理だと思います。そこに対して政治が面白くなってくれば、これはコンテンツとしてエンターテインメントとしても楽しむ人が出てくる。私は入り口はこれでいいと思ってます。多くの人々が政治を監視するきっかけ、その入り口を作りたいんですよ。力貸してくれませんか。国会を面白くしよう、政治を面白くしよう。空気読まないですからね。いや、空気読めるんですよ。空気は読めるが、読まないことにするっていう話ですからね。空気の読まない10人組が国会の中に入った時のことを想像してみてほしい。ややこしいですよ。そんなややこしい10人が国会の中で徹底的にやるということをやれば、他の野党は何してんですかって話になりませんか。国会の中が自然とガチンコで喧嘩する場になるってことですよ。体張ってでも止める、緊張感があふれる。そうすれば与党側だって次々に法案を出して段取り通りに進めていくなんてことが不可能になる。こういう緊張感あふれる国会を作る、まず第一歩、今回の参議院で山本太郎を率いる令和新選組にどうかお力を貸してください。そしてその先、衆議院1年以内、そして3年後参議院選挙、そこでも大きく拡大をしていく。一緒にやっていきませんか。一緒に作っていきませんか。一緒にやりたい。みんなで作っていくもんでしょ、世の中って。ありがとうございます。一緒にやっていきたい。で、山本太郎は国会に緊張感を持たせる以外に何をやるつもりだと、そうお考えになる方もいらっしゃると思います。
私が政権を取ったらやりたいこといっぱいあるんですよ。もちろん政権を取らなければそれをコンプリートしていくことはできない、実現することはできない。もちろんその手前で一歩前進ということが叶うならば当然そこには加わっていきたい。ただ今私がチラシの中であったりいろんな部分で皆さんに政策として提言させていただいているものは、私が政権を取ったらこれをするという約束です。そのお話について今からさせていただきたいと思います。山本太郎、4月10日に一人で旗揚げをした令和新選組。今回この選挙7月21日に投票日、その前にも期日前投票があるのは皆さんご存知だと思います。どうか力を貸していただきたい。今回の選挙投票用紙は2枚、1枚目選挙区、皆さんのお住まいになっている地域、例えば宮城県の代表を決めるというもの。1枚目の投票用紙はあなたの地域の代表を選ぶ。今回私は宮城県、石垣のりこさん以外いないんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか皆さん。1枚目の投票用紙には石垣のりこ、そうお書きいただきたい。そして2枚目の投票用紙は比例代表。雑な説明をすれば全国の代表だと思っていただいて結構です。全国どこにお住まいでもこの比例代表に立候補している人の名前を2枚目の投票用紙に書いていただける。山本太郎、今回は2枚目の投票用紙比例代表で立候補しています。どうか皆さん2枚目の投票用紙山本太郎とお書きください。力貸してください。では山本太郎、一体どのようなことをやっていくのか、そのことについてお話します。山本太郎がやりたいこと、それは消費税は廃止、消費税は廃止にするしかないと思ってます。そんな選挙だからって無理なこと言うなよ、そう思われた方もいらっしゃるかもしれない。いいえ、私は20年以上デフレ、その中でこの国に生きる多くの方々の生活が地盤沈下した、みんな貧しくなった、その原因国の経済政策の誤りだったと思ってます。その中でも諸悪の根源の一つとして挙げられるのが、私消費税だったと思ってるんです。この消費税を廃止にする以外、あなたの人生を引き上げたりこの国を復活させたりすることは難しいと思ってます。だから消費税は廃止です。財源についてはもう少し後で話しますね。まず言いたいこと、今回の選挙の争点は何でしょうかって言われたときに、憲法の改正、当然憲法の改正は先々あるでしょう。憲法の改正が行われたときには4項目、例えば合区の解消とか、何言ってんですかそれ、あなたたちが選挙区合区しといて合区の解消とか意味わかんないですよって。他にも自衛隊を明記するとか、他にも教育に対して負担がかからないようなことだったりとか、あと緊急事態条項、この4つが挙げられてます、憲法改正の4項目。騙されないでください、本丸は緊急事態条項ですからね。あとの3つはダミーですよ、ダミーです。緊急事態って何か、総理大臣が緊急事態ですって言ったらこの国勝手にコントロールできるようになるんですよ。国会無視ですよ、法律と同じような効力、法律と同じ力を持つ、自分たちのお仲間だけで作れる、そんな政令も敷けちゃうんですよね。それだけじゃない、お金、財政のことは国会通さなきゃダメですよね。そんなことも自分たちで決めてしまえる。それだけじゃない、地方に対して
自分たちの子会社かのように命令できる。むちゃくちゃですよ、もう。こんなもの、わけのわからない者たちが天下を取ったときにそれを使われたら、とんでもないことになってしまう。世界中の独裁者が絶対に手に入れたいと思うような魔法の杖ですよ。緊急事態については今日時間がないのであまり喋りません。ただ憲法改正というのは今回の争点ではない、私はそう思ってます。じゃあ何なんだって言われたときに、私は今回の選挙、その争点にすべきは格差だと思ってます。いかがですか。その格差の中でも一番重要なもの、格差を広げる原因の一つとなっているものが、私消費税だと思ってんですよ。政府自民党消費税に対しては増税、むちゃくちゃですよこんなの。一方野党は消費税凍結、凍結って何、そのうち回答されます、回答された後はそのうち上げられます。消費税増税も消費税凍結も、これ向かっていっている将来のデザインは同じなんです。はっきり言えば結局は消費税をこの国の財源の大きな部分として保ち続け増税していくっていう考え方、これじゃ意味がない、増税も凍結もない、今こそ廃止だろって、全く描く将来のデザインは違いますからね。じゃあ消費税やめてどうすんだって話ですよ。消費税やめたら20兆円失われるよって。どっから賄うんですか、よく聞かれます。何を言ってんですか。消費税が導入されていなかった時は何に頼ってましたか。所得税と法人税ですよ。逆に消費税が導入されることによって所得税と法人税がどんどん下がっていってんですよ。消費税が必要な理由、皆さんに向けては社会保障のために必要だと言われる。でもとんでもない、社会保障には一部しか使われてません。本当の目的は何かって、金持ちがもっと金持ちになるように税率下げて、大企業がもっと儲けられるように税率下げて、それで収入が減るから消費税で補填してるだけの話じゃないですか。こんな使い方ある、こんな集め方許せる。はっきり言って、あ、でもひょっとしたら変わり者の方いらっしゃるかもしれない。俺は金持ちをもっと金持ちにしてやりたい、私は大企業にもっと儲けてもらいたい、彼らには減税してあげてください、私が彼らの尻拭いとして消費税を払い続けます、そんな方いらっしゃいますか。いらっしゃったら今日私たちスタッフを連れて牛タンでも食べに連れて行っていただきたい、あなたの財布に甘えたい、そんな人は一人も存在しない、当たり前ですよ。税金の集め方間違ってないか、税金の配分の仕方間違ってないか、それの究極の形が消費税ですよ。税金の取り方ルールがあります。増税がどうしても必要だというならば、ないところから取るな、あるところから取れだと皆さん思いませんか。そうは言いましても山本さん、消費税やめるんだったら20兆円失われることについての財源をさっさと喋ってください、そういう方もいらっしゃるかもしれない。わかりました、手短に喋ります。財源として考えられるものは2つだと思ってます。1つは税制改革、税金で賄う、そしてもう1つは新規国債の発行。借金がってよく聞かれます。でも借金の量額によってこの国が破綻するっていうことははっきり言ってありませんよ。30年前から破綻するって言われ続けてきて今も破綻してないんです。逆に言えば国債金利どんどん下がってんですよ。おかしくないですか。借金で破綻するっていう時に、さらに借金をしようと思うものに対してお金を貸す時には金利高く取りますか、安く取りますか。
高く取りますよ。だって破綻するかもしれないんでしょ。でも金利どうなってる？マイナス金利ですよ。いつ破綻するんですかってことです。一番重要なことは借金の額や量じゃないってことです。一番重要なのはインフレにならない、目標のインフレにならないようコントロールしていくってこと。この件を喋り出したらあと20分は説明に必要なので今日は端折ります。私には2つの財源があると考えている。一つは新規国債の発行、そしてもう一つ税。この税の方で皆さんにご説明したいと思います。消費税を導入する前には別のもので取っていたんだよ。じゃあその時代に戻りゃいいじゃないか、一言で言えばそういう話なんです。ではどのような形でやっていくか。所得税、所得税、金持ちであればあるほど税負担率下がるんですよ。この国の税負担率、所得税の税負担率のピークは1億円。おかしくない？だって3億円も10億円も100億円も儲けてる人いるんですよ。どうして負担率下がっていくの、1億円をピークにって。これには理由がある。株などの利益、金融資産からの所得、こういうもので10億とか100億とか儲けてる人たちがいる。でもそこは分離する課税になってる、分ける課税になってる。分けてどうするか、パーセンテージ低く抑えてる。こういう分離課税をやめますね。やめます。持ってれば持ってるほど、儲かれば儲かるほど負担が多くなるっていうのは当たり前の話なんですよ。支え合いの社会の中で多くの人々のためになっている、その誇りを思い出していただきたい。金融資産などからの所得は分離せず、所得は所得としていただきます。所得税でいただきます。総合課税です。この総合課税にした上で最高税率上げます。上げれば本当に儲かってる人たちから真っ当に税金が取れる。そんな俺困るわ、200万しかないのに所得税上がるってことでしょ。じゃあ話聞いてください。そうじゃございません、そうじゃございません。持ってるとこから取るために最高税率上げるっていうだけの話です。所得税はそういうような形にする。そしてもう一つ、法人税。法人税どうするか。現在法人税はフラット税率決められてます。大企業も中小も零細もフラット税率決められてる。ただし大企業には税の割引システムが80以上ある。ずるくない？税負担が圧倒的に少なくなるような仕組みになってるじゃないかって。これで首絞まんの誰？中小零細ですよ。これを大サービスをやめる。それに加えて法人税にも累進税を導入します。つまりは何か、儲かっていれば儲かっているほど税負担は高まっていくが、儲かっていない時には税負担は低くなる、負担が少なくなる。これ一番取り方として公平じゃないですか。いかがでしょう。これによって息を吹き返すのは誰か。中小企業、零細企業ですよ。自分たちの身の丈に合った税の納め方ができる。この2つ、所得税、そして法人税、この2つの税制改革を行えば、財源は29兆円担保できるという試算がある。あれ、消費税やめんのにいくらやったっけ。20兆円。29-20は9兆円のお釣りです。やってもいいですか。ありがとうございます。消費税をやめるということは、この国の中小企業、零細企業にとっても本当にありがたい話だと思います。だって税金が払えませんという税の滞納、税の滞納のうちの6割消費税なんですよ。払えないんですよ。赤字でも払わなきゃダメなんですよ。首締まってんですよ。首締まってるどころか、このまま税上げられたら首をくくらなきゃいけないような、そんなオーナーさんもいるはずなんですよ。消費税やめたらどうなる。中小企業、零細企業、元気になりますよ。
そればかりが税制改革で税負担も減れば、これ息吹き返しますよ。この道しかないってこのことだろって、この道しかないってこの道のことだよってことなんですよ。消費税上がるたびにこの国の経済壊れてきた。例えば2014年4月から増税 3%、 3% 増税されて 8% になった消費税、ここで大きく落ち込んだのが個人消費、個人の消費が落ち込んだ。これ困るんです。どうしてか、景気を良くするためには、この国の経済が成長するためには、一番大きなエンジンである個人消費が活発にならなきゃいけないんです。けれども消費税増税したことによって、その大きなエンジンが調子悪くなった。つまり個人消費が冷え込んだんです。どれぐらい冷え込んだか、2014年 3% 増税したことによって個人消費8兆円下落ですよ。8兆円って言われたって額でかすぎてイメージ湧かない。じゃあリーマンショックと比べます。リーマンショックの時の個人消費の落ち込み 6.3 兆円ですよ。100年に一度と歌い称されるような大恐慌と並べられた。リーマンショックで個人消費の落ち込みが 6.3 兆円。消費税は8兆円。リーマンショック超えてしまってるやん。あまりにもありえないですよ。誰かの消費、あなたが物を買う。あなたが物を買って払ったお金は誰かの所得に回る。当たり前の話ですよ。誰かの消費は誰かの所得になる。当然です。じゃあ8兆円の個人消費が落ち込んだということは、8兆円の消費が失われたということは、8兆円分の所得も失われたって話にならないですか。やってることむちゃくちゃや。残念ながらこの国を愛してくれている皆さんがこの国を愛しているほど皆さんのことは愛していないっていう、この現実変えられるんですよ。選挙でこの国のオーナー皆さんなんですよ。この国の株主皆さんなんですよ。税金の取り方だって変えられるって話ですよ。消費税をやめる、消費税を廃止にした場合、初年度物価が 5% 落ちます。 5% 落ちたら景気回復しますよ、完全に。消費税、これは強制的な物価の引き上げ。本当は物価が上がるときっていうのは経済が好調、賃金も上がっていく、物価も上がっていく、こういう健全な形で物価上昇につながっていくはず。でも今はそうじゃない。強制的に消費税で物価を引き上げる。一方で皆さんの給料は上がっていない、実質の賃金は下がりっぱなし。強制的に物価を引き上げて、皆さんの実質賃金は下がりっぱなし、生活苦しいの当たり前やんって話なんですよ。じゃあその逆をやろうっつってんです。消費税廃止にしたら1年目には 5% 物価落ちるんだったら、 3% 上がって8兆円失われたってことは、 5% 物価が下がったらどうなるって話ですよ。景気回復この道しかないって、この話なんじゃないですか。中小企業白書というものがある。その中を見ていけば、大企業、中小企業、零細企業、従業員の数は4800万人ぐらい。その4800万人の従業員数の中の 70% を占めるのが中小企業、零細企業。消費税を廃止にする、税制を改革する、こういうことで一番元気になってもらわなきゃいけないのが中小企業、零細企業でしょ。この国の屋台骨なんでしょ。多くの方々が働いてるんでしょ。やるべき道はこれじゃないかって話なんですよ。力貸してほしいんです。権力も出してください。やりますよ。やらしてほしいんですよ。力貸してほしいんです。ぜひ力を貸していただきたい。1枚目の投票用紙、宮城県にお住まいの皆さんには
投票用紙の1枚目には石垣のり子、石垣のり子とお書きいただきたい。消費税凍結までしか言えなかった枝野さんのグループの中にいながら、消費税はいらないと言ってのけたこんな粋な人に投票してくださいよ。空気は読まない、当たり前。一番重要なことは皆さんの空気を読むことでしょ、生活を見ることでしょ。判断の基準のすべてはこの国に生きる人々のためになるかためにならないか。たとえグループは違っても消費税を廃止に向かうということで手を組めるかもしれないですよね。なので私からもお願いします。1枚目宮城県の代表を選ぶ選挙区1枚目の投票用紙には石垣のり子、石垣のり子とお書きください。よろしくお願いします。そしてそしてもう1枚投票用紙があるんです。比例代表、全国の代表を選ぶ、全国どこにお住まいであっても宮城県であっても青森であっても佐渡島であっても2枚目の投票用紙には山本太郎とお書きいただけます。どうか山本太郎と書いてもらえませんか。お願いします。力貸してください、力貸してください。権力取りたいんです。え、権力取りたい、なんか危なそうだなあいつ。そうなんですよ、権力取ったら何だってできんですよ。例えば公文書の改ざん、公文書の隠蔽、8年に及ぶデータがどこ行ったか分かりませんっていう話、そして自分のお友達大企業には大減税、金持ちにも減税、より安い労働力で外国からたくさんの人を連れてきてこの国の労働環境も破壊することができる、それが権力なんですよ。だとするならばその権力を取り戻して皆さんのための政治やりましょうよ。権力持たせてほしいんですよ。やります。先頭に立たせてください、先頭に立たせてほしいんです。お願いします。危ない意味での権力の使い方はいたしません。正しい権力の行使を進めてまいりたいと思います。もう一つやりたいことがあるんですけど、ゲストが到着したようです。この人の話にも耳を傾けていただきたい。その語り口からも本当に皆さんへの愛が満ち溢れている人だと思います。空気を読まず消費税はいらないなんてと言ってしまう人、私正直で大好きです。そういう人、空気に読まずに国会の中でやっていきたい、そう思ってます。1枚目の投票用紙、宮城県にお住まいの方にはどうかこの方にお力を貸していただきたい。宮城選挙区から立候補、石垣のり子さんです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。おそびます。皆様こんばんは、おばんでございます。石垣のり子でございます。いや、たくさんのお集まり、そして今日このステージに呼んでいただきまして山本太郎さんありがとうございます。そしてようこそ宮城へ。山本太郎さん、宮城は今野党共闘で私参議院候補宮城選挙区やっておりますけれども、宮城の野党共闘はねすごいでございますよ。はい、立憲民主党、私今回立憲民主党でございます。そして社民党さん、国民民主党さん、共産党さん、そして連合の皆さんも含めですね、支援団体の皆さん、野党共闘こんなにスムーズに進んでいるところないんじゃないでしょうかと。宮城の皆さんどうでしょうか。そこに今回令和新選組の山本太郎さんをお迎えした、これで正真正銘野党共闘でございます。令和に入れというお言葉いただきましたけどもね、そういうお声が上がるのも何かもちろん皆さんご期待されていることがあるかもしれませんけれども、私は5月4日初めての街頭演説を行いました。立憲民主党の枝野代表がいらっしゃいました。そこで私はこう申し上げました。消費税増税なんてもってのほか、消費税なんてゼロでいい申し上げました。そして枝野代表にですよねって伺いました。
そうしたら上げない上げないってちょっと慌てておっしゃいました。そんなことがあってからですね、消費税はゼロでいいんですか、ゼロだと無責任じゃないんですか、社会保障どうするんですか、ゼロなんて言うな、無責任だ、現実的じゃない、そういうご批判本当にたくさんいただきました。じゃあどうしてゼロじゃダメなんですかっていうと、もごもごもごってこもっちゃうんですよ。だって払いたくないんだったら払わなくていいけども、払わないと次の世代にまた負担いくんでしょって言うんですよ。もうね、そう、30年間ずっと払い続けてて当たり前になっちゃってるんです。もう払うことが当たり前で、消費税じゃないと社会保障が成り立たないとみんな思っていらっしゃるんです。おかしい話ですよね。なんでこうなっちゃったんでしょうかね。もう思考停止になっちゃってる。もうそれを私お一人お一人、あなたね、他の政策はいいけどね、消費税ゼロなんて言うとね、ダメよ、みんな離れていくわよ、そんな風にご進言いただく方もたくさんいらっしゃいましたので、お母様ちょっと待ってください、消費税今どういう税金かまずいいですか、そこから入ります。消費税ってお金持ちよりもお金少ない人、収入の低い人により負担のかかる逆累進性の税金です。もうこれは苦しい人より苦しめる弱い者いじめの税制でございます。もうこれは誰しも認めるところとか、それ事実なんですから、数字が物語ってるわけですから。その上でその税金がこの平成30年間にゼロから3に上がって、最初でも社会保障なんて言ってなかったんですよね。間接税と直接税のそのバランスだなんだかんだって言って始まって、 3% から 5% に行くときに社会保障に当てますって言って上げたんですよ。どうですか、全然社会保障なんかに使われてないじゃないですか。嘘つかれてますよね私たち。そこから今度 5% から 8% に上がったら、さらに経済下がっちゃったじゃないですか。大変ですよ。そこでですよ、今度幼児教育無償化に上げた分使うからって 8% から 10% に上げようって、どういう話ですか。税収の3割占めている今の消費税、こんなに庶民に負担を強いる税金のはどん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 税収増えてくって、私たちの生活でどんどん苦しくなっていくことと同じですよね。こんな税金許しておいていいわけないですよね。なんでゼロって言っちゃいけないんですか。なくしていいじゃないですか。他の税金に変えたらいいじゃないですか。あるところから持ってったらいいじゃないですか。払えるところは払えるように、それなりにでいいんですよ。そのための政府じゃないですか。そこが同じ考えでございます。はい、だってそれって別に政党関係ないでしょ。庶民の生活考えたらそういう考えになるんでしょ。だから野党共闘でそれ言ったっていいんですよね。何に遠慮してるんだって話じゃないですかね。えこれさらに庶民の生活に直接関係ないところでは、輸出還付金、輸出還付金でございます。どんだけお金が今大企業に消費税で戻ってきているか、これなかなかまだね、公の数字は出ていないんですけど、研究している方はいらっしゃいます。大手13社の大企業で1兆円を超える還付金、消費税戻ってきてるんです。大変なことでございます。ないところからは生活費ちょこちょこ 10% 今度持っていくわけですよ。それなのに大企業1兆円お金消費税の分戻っていくんですよ。おかしくないですか。もう変なことだらけです。なのに中小企業はその消費税払わなきゃいけないから、ずっと払う時までお金貯めといて、それ手つけられない、でも苦しいわけですよね。えあんな細かい税金やってる方、個人に事業主の方とかですね、本当に大変だと思います。皆さんおっしゃいます、消費税さらに今回 10% で軽減税率なんか入れてくれるなとみんなおっしゃいます。問題だらけの税金、もう一度言いますよ、増税なんてもってのほかです。消費税はゼロでいいんです、いいんです。その分だって法人税はどんどん減ってるんですから、所得税もどんどん減ってるんですから、なんでお金持ち優遇して苦労してる人にお金払わなきゃいけないのかね。え皆さんのでも力です。そういうことを言ってる人をちゃんと選んでいただかないと、私たち仲間がいないと大きな声になりません。お一人お一人のお力が必要です。ぜひ参議院選挙、私は宮城選挙区から先ほど山本太郎さんに1枚目は石垣のり子と言っていただきました。ありがとうございます。
2枚目は令和新選組の山本太郎さん、ぜひお書きください。仲間を増やしていきたい。この仲間は政党を超えています。庶民の声です。そうじゃなきゃ共闘していけないじゃないです。みんなが力を合わせていく何のためですか。自分たちの生活守っていくためです。そのためには皆さんの力が必要でございます。私は今戦っている相手は3代目おじいちゃんの代からの政治家です。参戦している現職です。私は親戚に政治家はおりません。何の地盤もなく、看板はちょっとラジオで20年喋ってただけなので、ラジオを聞いてくださっていた方はご存知だと思います。ありがとう。そういう方に支えていただいている。何の組織もございません。今回野党共闘で市民の皆さんと一緒に支えていただいて、ようやくなんとかここまでやってまいりました。横一線でももう一票一票の差でどうなるか分かんないところまで来ております。皆さんのお力が必要でございます。どうかどうかこの参議院選挙、宮城選挙区で皆様のお力お貸しいただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。頑張ってまいります。庶民の声を届けていく石垣のり子、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございます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 。お願いしますよ皆さん、あなたの一票をいただけることはありがたいですけれども、その一票ではなく横に広げてください。もう一票もう一票広げて、圧倒的な得票差を、与えていただきたい。石垣のり子さん、石垣のり子さん。でもこの後のスケジュールどうなってるんですか。これ変わりますよね。わかりました。皆さん必ず友達に電話してください。公明党がやってるあれですよ。 F 票 F 票フレンド票お願いしますよ。1枚目の投票用紙、石垣のり子よろしくね。重ねてください、重ねてください。お願いします。石垣のり子さん、ありがとうございます。あなたの力をお借りしたい。ぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんに少しインフォメーションさせてください。もう一歩前に来れますか。すいません、後ろのですね通行が少し厳しい状況にあるようです。ゆっくりでゆっくりでお願いしますね。はい、 OK ですよ。前は大丈夫です。はい、一番最前列の方々ありがとうございます。すいません、ゆっくりと動いてください。すいません、ゆっくりです。押さないでください。ありがとうございます。マイクを握っている私、参議院議員をやっておりました山本太郎と申します。一人で旗揚げをしました。一人で旗揚げをし、そして今回の選挙10人の仲間と共に戦うことになっています。そして私も東京選挙区ではなく全国から皆さんに、どこにお住まいでも名前を書いていただけるように、山本太郎と書いていただけるように、比例代表2枚目の投票用紙、そこに書いていただけるように立候補をいたしました。1枚目の投票用紙、先ほど弁舌爽やか鮮やかな石垣のり子さんに、どうか皆さんの一票、そして横に広げていくということをぜひやっていただきたい。そして2枚目山本太郎と、どうかあなたのお力を貸してください。よろしくお願いします。一つの党だったり一つのグループの中にもいろんな意見があるっていうのは私逆にいいと思うんですけどね。だってもう1から10まで全部一緒って言ったら、もうこれ宗教かイデオロギーでくくられた党じゃないですか、こんなの。ねえ、ウイングの広さといいますか、いろんな意見があるんだよっていうところを、そういう度量のでかいところをぜひ立憲民主党さんにも見せていただきたいなみたいな。目は笑ってませんけどね。目は笑ってません。すいません、ありがとうございます。いい根性してるじゃないですか。投資に向かって消費税ゼロってことを言えるんですからね。本当に必要なことは何か、この国に生きる人々にとってプラスになることだっていうことをはっきりと分かってらっしゃる方だというふうに思います。山本太郎、今回は東京選挙区ではなく全国比例、比例代表、全国どこにお住まいでも山本太郎と書いていただけるという選挙のやり方をやっております。
今回旗揚げした理由は何か。もう30分ほど前にお話ししましたけれども、山本太郎政権狙ってます。当然です。万年野党でいるために、ただただ国会議員になるためだけに選挙に出るって、私にはそんなことは思いつかない。というよりも、そんなことやるんだったらもっと別のことやってたいってことですよ。やはりあまりにも沈没した地盤沈下したこの今の状況を変えていく以外方法はないと。そのためには自分が政府に入って舵取りをするということをやるしかないと思ってます。先ほど冒頭で山本太郎がやりたいこと、消費税の廃止という話をしました。かかる費用は20兆円。この20兆円はどこから調達するか、はい、一言で言ったらあるところから取る、そういう話でした。所得税の最高税率を上げる、株の利益などから、分離して課税されてたもの、低く抑えられてたものを特別扱いやめる、全部これは総合課税にするよ。そして法人税、法人税はフラット、税率が決められてる。でも大企業だけ抜け道がいっぱいあるね、この特別扱いやめますよ。そしてこのフラットの税制ではなくて累進制を導入しますっていう話をしました。この累進制という話はこれ珍しい話じゃありません。トランプ政権以前のアメリカでは累進制度が導入されてました。儲かっていれば儲かっているほど税率は高まり、儲かっていない時には税負担が減る、これが一番真っ当な取り方だよねという話を先ほどさせていただきました。この2つの税制改革によって29兆円の財源が担保されるという試算があることもご紹介しました。じゃあ税制改革を行えば29兆円担保できるんだから、消費税を廃止するための20兆円は問題ないよね、やってもいいですかって皆さんにお聞きしたんでしたね。ありがとうございます。やってもいいんですか、やってもいいんですか。あ、聞こえましたよ。確かに、ありがとうございます。やらせていただきます。やりたいことは他にもあると言いました。他に何がやりたいか。私は29兆円担保されたんだったら、そのうちの余った9兆円こんな使い方ができますってことを皆さんにお話ししたいんです。何か、この国がやっているサラ金、国がやっている竹藤奨学金です。奨学金ってちょっとむちゃくちゃしすぎじゃないですか。身体障害者になって動かないっていう人のところにも取り立ていくらしいんですよ。本当にひどい、ヤクザですよ本当に。で、現在この奨学金を借りている人たち、そして返している人たち合わせて555万人。私はこの人たちをチャラにしたいんです。チャラにしたいんですよ。だっておかしいやん。勉強したいということで借金背負わなきゃいけなくて利息まで取られる。大学生の2人に1人が奨学金を借り、そのうちの6割から7割は利息がつくって話。でもこの利息で儲かっている人たちがいるってことです。年間350億円ほど誰が儲けてる。金融機関、金融機関に350億円差し上げるためにその利息を払い続けなければいけないような教育のシステム、間違ってるじゃないですか。いかがですか皆さん。このような金融商品、若い人たちで教育を受けたいっていう人たちに対して金融商品化してしまったのは誰か。小泉政権時代ですよ。ろくでもないですね。まあ今はなんか脱原発とか言ってるようですけれども、その昔のことについてもぜひ謝っていただきたいと思うんですね。私、いかがでしょうか。労働環境を竹中と一緒にぶっ壊してねえ、大義なきイラク戦争にも突入するようなことを数々決めてきて、まさに自民党をぶっ壊すと言いながらこの国をぶっ壊した主犯じゃないかって話ですね。じゅんちゃんとかありがたがってる場合じゃないですよ皆さん。戦犯ですからね、あれは。話戻ります。とにかく私は国の誤り、国の誤った政策によって被害を受けた方々、この方たちに私は国家賠償をしなきゃいけない。つまりは奨学金はチャラってことをやらせていただきたいんです、555万人に。するといくらかかるか、
約9兆円。あ、じゃあさっき税制改革やって29兆円が生まれ、そして消費税廃止に20兆円で余った9兆円、奨学金555万人をチャラにすることに使ってもいいですか。だって少子化が問題なんでしょ。50年前から少子化になると言われながら国は 手を打ってこなかった。そりゃそうですよ、少子化が加速するようなことですよね、奨学金のあり方って。それも無視して 商品として金融機関に儲けさせるようなことを続けてきたわけだから、そりゃ少子化も加速するわねって話ですよ。少子化をなんとか克服しなければならないと考えているならば、この555万人に対してのチャラを皆さんにお許しいただきたいんです。やってもいいですか。大学を出て300万400万500万円の借金抱えてんのザラ、大学院出て1000万円ぐらいの借金ザラ、でもそれ大学出て初めてもらった初任給で住居費払って食費払って通信費払ってってやってって、残ったお金それ返済しちゃったら何も残りませんよ。一人生きるだけです、精一杯。そんな状態に多くの若者たちを巻き込んでおいて、少子化が国難、面の皮が厚いってこういうやつらのこと言うんですよ。本当にあまりにもありえない、やらせてください。少子化を克服するためにもまずその第一歩として奨学金、これを私はチャラにするべきだと。他にもやりたいことあるんです。先ほど言いました、私は20年以上続くデフレ、要は物価が安くなっていく、これが2年以上続けば当然デフレになる。それが20年以上続いているのがこの国なんですよ。異常です。ここから脱却するしなければならない。え、大変だ、泣きたくなるよね。おじさんも泣きたい。話戻るね。まず必要なことはこの国に生きる人々の生活の底上げ。それだけじゃなくて、この国で苦しんでいる中小企業、そして零細企業、この国の屋台骨を守るということ。それをしっかりとやれば当然デフレは脱却できる。そのために消費税は廃止は絶対。そして税制改革もやる。加えてやりたいことがあるんですよ。何か。賃金上げていきたいんですよ。迷惑の人います?賃金上げるなんてやめといてくれ。そう思われる方いらっしゃいます?中小企業、零細企業に経営されている事業者の方だったらそう思うかもしれない。でも安心してください。私がやる最低賃金の引き上げは政府保障でやりたいんですよ。政府保障で。中小零細はそしたら傷つくことないでしょう。しかもですよ、大前提として消費税という重荷を取り除くんですよ。廃止なんです、消費税は。それに加えて税制改革をして、より中小企業、零細企業も負担が減る。プラス、それらのことをやることによって景気は上向いていくっていうことが前提にあった上で、最低賃金1500円、全国一律で政府が保障する形でやっていきたいんです。やらせてくれません?当然景気は上向いています。今よりも最低賃金というよりも賃金を多く払えるというような中小零細は出てくると私は思ってるんです。どこまで無理がないかってことは財務省や国税庁とかが隅々まで調べられる話ですから、嘘をついてれば分かるはずですよ。本当に無理のない形で賃上げができるところにはやっていただき、足らない部分は政府が保障をしていく。これをやることによって何が生まれるか。当然みんな今まで買い控えしてたもの、買いたかったもの、消費に回ろうとしますよね。消費税だってなくなるんですから、その上に最低賃金引き上がるってことになってれば、これお金を使い出しますよ。そしたらもっと景気の好循環やってこないですか。それだけじゃない、これが本当の地方創生につながると私思ってるんですよ。口先だけの地方創生で大きな予算つけたって儲かってんのは東京にある企業とかコンサルだけだろって話なんですよ。これじゃ意味がない。本当の地方創生を言うならば、若い人たちがわざわざ都会に出ないでいい、
逆に言えば都会で住居費給料の半分払わなきゃ家が持てないみたいな状況になってるとこにわざわざ行かなくていい。暮らしやすい地元で一人暮らしをしたりとか、それだけじゃない、よそからあれ宮城県って住みやすいよねってことで人が流入してくるってことも考えられますよね。全国どこで暮らしていても働けば最低賃金1500円なんだからってことですよ。これこそは本当の地方創生だって皆さん思いません？これは失われ続けてきた20年、デフレで奪われた消費を喚起するということだけではなく、消費や投資を喚起するっていう視点だけではなく、もう一つ重要なことがあります。この国の危機管理、安全保障を考えた上でも、一極集中であったりとか、三大都市圏に人が集中していて、地方が疲弊しまくるっていうような状況は非常に危険なんです。例えば、日本は災害大国ですよね。豪雨、台風、それ以外にも地震まである。地震もうすぐ来るぞ来るぞってテレビでは言うのにね。例えば南海トラフ、東海地震、首都圏直下、いつ来るか分かんないけどもう来るみたいですよって警鐘を鳴らし続けてる。じゃあこれらが一連でその災害が起こったとしたら、この国のコントロールどこでするんですか。そのバックアップができる都市いくつあるんですかって話なんですよ。南海トラフにおける被害想定額、20年に及ぶ資産1400兆円ですよ。それぐらい大規模なものが来るんですよ。だとするならば東京とか大阪とかでかい都市だけに頼ってるのはまずいんですよ。これは全国どこであってとしても首都や大都市の代わりの動きができるっていうバックアップを作る必要がある。これこそが危機管理でしょ。これこそが安全保障なんじゃないですか。いかがでしょうか。最低賃金1500円、全国どこにいてもそれを政府が保障するというのは、一人一人の底上げをするという観点、そしてこの国の一番大きな景気を良くするエンジン、消費を喚起していくということと、そして企業側の内部留保を吐き出させるような投資もどんどん大きくなっていくということだけにとどまらず、これは災害が多発するこの国でいろんな都市においてこの国を運営していけるような状態、そこには人の数も必要、そういうことを今から準備しておかなければならない、私はそう思うんです。やってもいいですか。これほかにもやらなきゃいけないこといっぱいある。あまりにも地方を軽視しすぎ、これが今の日本ですよ。なんでわざわざ東京でオリンピックすんのよ。なんでわざわざ、企業の祭典ですよ。企業が儲けるためにやるんですよ。だからみんな立候補する国も少なくなってんですよ。そんな中で東京でオリンピック、一部の人たちにはいいでしょう。一部のところには利益はあるでしょう。でもそこにつぎ込むお金あるんだったらもっと別につぎ込めない、そういう話なんですね。いいですよ。例えば国防に関して話したら、当然いろんな武器買います。まあ、専守防衛という形でこの国を守っていくって言ってるんだから、私は必要なものは買えばいいと思う。でも必要のないものを買おうとしてないかってことなんですよ。しかもいいねで、向こうのポンコツオスプレイ買う必要あるかって話ですよ。わざわざ F35 の運航の実験をわざわざ買ってまでこの国でやってやる必要あるかってことですよ。性能が確かになってから変えようって話じゃないですか、これ。しかも向こうのいいねですよ。FMS? ねえ、その買い方、アメリカの言いなりで買わされるって。申し訳ないんですけど、この国はアメリカ様の ATM じゃないんですよ。同盟国?同盟国っていうような名前じゃないですよ、申し訳ないですけど、これ。もうすごい、この関係性完全不健全ですからね。言われた通りのことを受け入れ続けるって、これ従属って言うんですよ。
対等な関係築いていきましょう。これから地方を踏みつける、散々踏みつけておいて、この先日本の未来明るいと思うか。私は暗いと思う。なのにどうして TPP みたいなものに入っちゃうんだって。どうしてトランプ大統領がこの夏の選挙終わった後にまた言うねみたいな話になってんのみたいな、お楽しみにみたいな、あこれ何一次産業売り払ったんちゃうかみたいな、勝手なことやりすぎなんですよ。農家悲惨ですよ、こんなことになってったら。この国の食の安全を守ること、自給力を守ること、これこそが本当の安全保障なんじゃないですか。中国や北朝鮮に対して脅威が全くないとは私も言いませんけれども、そこについての脅威は声高に安全保障だ安全保障だっていう割には、この国の自給力、食料の自給力が、自給率が4割切ってるっていうことに対して、これを 100% 以上にするべく第一次産業に対して手厚くしろっていうことをどうして声高に叫ばないの、そういう人たち。おかしいね、バランス悪いね。日本みたいな国、食べ物を外に頼ってる国をコントロールするの簡単なんですよ。食べ物止めりゃいいんだから。あっという間ですよ。ミサイルもいらない、弾もいらない。そんな危険な状況に置かれているってこと自体に危機感を持つのが普通でしょ。私は第一次産業をやられている方々にも、この職についてれば子育てがしやすいとか、第一次産業をやってれば暮らしやすいっていう風に手厚くしていきたいんです。これが本当の国防だと思うんですよ。皆さんやっていいですかね、そういうこと。個別所得保障は当たり前、それ以外にも手厚くしていく。若い人たちが、あ、農家をやれば、あ、生産者になれば生活意外と楽みたいだねっていう風潮にしていかなきゃ、これ自給力なんて、自給率なんて高まっていきません。 100% を超える自給率目指していきましょう。やらせてください、やらせてください。これらをやるためには何が必要か、政権取るしかないんです。政権を取ると言っても、今回山本太郎、以前は東京選挙区から立候補し、今回は東京選挙区はやめて全国比例、比例代表で立候補。全国どこにお住まいの皆さんにも山本太郎と書いていただけるような戦い方でやっております。で、今回山本太郎を率いる令和新選組、10人の仲間と一緒に戦ってます。1人は東京選挙区から立候補してくれました。そして残り9人、比例代表、山本と同じ戦い方が9人。そしてこの1人、比例代表で戦ってくれることになったのが、沖縄の創価学会員なんですよ。なんだ、山本創価学会と合体したのか。違います、そういうことではございません。心の底からまっすぐに創価学会員としての務めをやってきたけれども、今の公明党変質しちゃったんじゃないのって、創価学会の執行部あまりにもおかしすぎるんじゃないか、そのような疑問を持ち声を上げた。声を上げた瞬間に自分のコミュニティを失う、もう来ないでくれと言われる村八部、おかしくないですか。おかしいものにはおかしいと、これまで信じてきたっていう教えの通りにそれを実践したら村八部にされてしまう、そういう集団のことをカルトって呼ぶんですよ。どうですか。どうして沖縄の創価学会員だった野原義政が東京で立候補を決めたか。東京選挙区には公明党代表の山口那津男さんが立候補している。つまりはこのカルトのトップと、そんなこと言っていいんかな、今自分で言って怖なった。選挙終わったら集団ストーカーとかされるんちゃうかな。話戻ります。カルトグループのトップと、そして本物の創価学会員のガチンコの喧嘩が繰り広げられているのが東京選挙区なんですよ。皆さん、人の喧嘩ほど面白い話はないでしょ。遠くでやってる喧嘩ほど面白い話ないでしょ。そういう人いますよね、ヤジ馬って言います。でも皆さんにはヤジ馬になってほしくない。東京にもしもお友達がいらっしゃったら、東京選挙区には
野原義政、東京選挙区は野原義政によろしくと電話していただけませんか。この中に東京に親戚とか友達とか知り合いいる人どれぐらいいます。今ここにいらっしゃる方々が、今手を挙げてくださった方々が電話をしてもらって3人から約束を取り付けたら、これむちゃくちゃ大きいことになりますよ。ひょっとしたら心ある創価学会の方もたくさんいらっしゃいます。声を上げられない方々もたくさんいらっしゃる。この票が山口なっちゃんから野原に移り、そして選挙にもともと興味がなかった人や皆さんがお声掛けをしてくださった方々からの票が集まれば、山口なっちゃんが落ち野原が上がるみたいな話になったら面白くないですか。これ楽しみましょう。祭りなんですよ選挙は。人の喧嘩を楽しもう。参加しよう。遠くで電話してください、電話してください。創価学会員のように電話してください。 F 票です、フレンド票です。どうかお力をお貸しいただきたい。選挙区は宮城だけじゃない、遠くにある東京でもそうやって皆さんが遠くから、遠くって言っても早いですけど、1時間半ですから、けれども遠くからそのように選挙戦を煽っていって一緒に盛り上げていくってことができる。東京選挙区が盛り上がれば全国的に選挙への面白みが増していって投票率が上がることにもつながる。真剣に政治を考えながら真剣に選挙を楽しむ、いいじゃないですか。カルトの代表 VS 本物の創価学会員、東京選挙区は熱いぜ。宮城は燃えてるか、宮城は燃えてるか、宮城は燃えてるか。取り乱しました、すいません。ありがとうございます。こんな感じで盛り上がっていきたいんですよ。いやー、とんでもない、ありがとうございます。東京選挙区野原義政、ぜひ力を貸してください。よろしくお願いします。今回10人の仲間を集め、山本太郎は令和新選組という団体から立候補しております。一人は東京選挙区、先ほどお話をしました野原義政、そして残る9人は比例代表、全国の代表として選んでいただけるように。9人の誰の名前でもいいです。山本太郎が嫌いでも他にいい人見つかるかもしれません。ぜひチェックしていただきたい。この9人の名前、全国どこにお住まいでも書いていただけます。できれば比例代表2枚目の投票用紙には山本太郎、山本太郎と書いてください。よろしくお願いします。今回のこの挑戦、1議席を守るための戦いではないと言いました。1議席、私のことを考えれば東京選挙区から出たらこれ無難ですよ。でもそうじゃない、今回は全国比例で出る。その理由は何か。ややこしい人間が1議席だけじゃ意味がない、私は10人にして中に入っていきたいっていう考え。そこで身を切る改革、これが本当の見る気を、身を切る改革ってことをやってみました。何か、国会に優位な人材を送るために私は比例代表の中に ALS 難病患者の船越康彦さん、そしてもう一人重度障害者の木村英子さんに入っていただいた。本来ならば比例代表の戦い方どういう形か、一番グループの中で票が多かった人、グループの中で一番票が多かった人が最初に国会議員になる可能性が高まります。2番目に票が多い人は2番目に上がる可能性がある。これが比例代表なんです。でも今年から変わった。どう変わったか。特定枠っていうのができました。特定枠、特定枠の中に入れば得票数は関係ない。グループの中で一番票数が少なくても特定枠の人から先に国会議員になっていくってことです。特定枠の1位が ALS の患者、特定枠の2位は重度障害者。私たちは他比例代表に出てるものはその外にでいます。要は山本太郎のもとに100万票以上集まればまず ALS の船子さんが国会議員になり、200万票以上山本太郎に集まれば木村英子さん重度障害者が国会議員になる。その後山本太郎が国会に戻ろうと思ったら300万票以上の票が必要になるんです。これぐらいやらなきゃ身を切る改革なんて言えないでしょう。維新の皆さんどうですか。
何を言ってんだあの人たちって話ですよ。でね、なぜ今そういう方々に入っていただくのかっていうのは、日本は高齢化社会ですよね。この先加速しますよね。多くの方々が寝たきりになる可能性がある。寝たきりになった時に豊かな人生送れるかって。寝たきりでも豊かな人生送られてるんです。 ALS の方、体は動かない、全身麻痺、呼吸器をつけて食べ物も胃ろう、けれども事業所の副社長として経営にも参画し、精神活動は旺盛。体が動かないからって、寝たきりだからって何もないわけじゃないんだってことですよ。生きることの情熱燃やしてんだってことですよ。でも今の社会の風潮はどうですか。生産性で物が語られる。あなたは生きてる価値あるのか。あなたは何かの役に立っているのか。役に立っていたら生きる価値もないのかと思わせる社会ですよね。生きてるだけで地獄、みんな死にたくなる、そんな社会ですよ。年2万人自殺する、50万人自殺未遂、10歳から14歳までで死因の1位が自殺なんて国、日本だけじゃないですか。15歳から34歳までの間で死因の1位自殺、むちゃくちゃじゃないですか。壊れてんですよ、もうこの国は。生産性で物事が語られるならば、その先にやってくる社会は何か。命の選別始まりますよ。何を入り口に。医療費を入り口に。もうそろそろいいんじゃないですか。いつまでみんなに迷惑かけるんですか。そんなことで命が選別されるような社会がこの先やってくるんじゃないかと私は危惧している。だからこそ寝たきり界のトップランナーに、寝たきりになってたって豊かに生きれるんだってことを、その知見を、体が不自由でも生きていきやすいんだ、充実して生きられるんだっていうようなことを、私はその知見を国会に持っていくべきだと。今一番国会に必要な優位な人材と言ってもいいんじゃないか。この人たちにまず最初に言っていただき、その後私たちが追いかけるような形、力貸してほしいんですよ。力貸してほしいんですよ。変えていきましょうよ、みんなで。変えていくためには宮城県にこの人が必要。石垣のり子さん。ありがとうございます。再び石垣のり子でございます。宮城選挙区参議院候補、野党統一候補の石垣のり子でございます。大盤でございます。ありがとうございます。太郎さん、ありがとうございます。熱い熱いメッセージありがとうございます。さあ、あと30秒、お二人で、はい、もう一回言っときますよ。公明党みたいに電話してよ、みんな。選挙区は石垣のり子、そして2枚目の投票用紙、山本太郎って書いてよ。1枚目石垣のり子、2枚目は山本太郎で、よろしくお願いします。ありがとうございます。この後時間ある人、私たちと一緒に写真撮りましょう。拡散してほしいんです、 SNS で。お金のある人、寄付ちょうだい。ありがとうございました。